おはようございます、どうも、女です。あかりです。今日は久しぶりのオフです。オフだー当たったよ。オフです。オフなんすよ、もうね、今日はオフ。最近ね、いや、撮ってるからなんだこれ。オフなのか、撮影でも撮ってるのは、そんななんか、もう全然なんか仕事みたいなって思ってないから適当です、これ。あの、適当の動画です、これ。今から最近ね、めちゃくちゃバタバタしてたんすよ。そう、本当にね、僕らね、あの10ヶ月間 DIY した車に乗ってたじゃないですか。はい、あそこに住んでたんですけど、うんうん、その DIY した車を、うん、さらに今 DIY してて、そうもう連日だよね。連日本当に連日 DIY してて、連夜。今日オフやけど、そのまあ4日間まるまる使ってた、朝から晩までとか、はい、そうだね。まあ、その間にも、まあ、もちろんその撮影とかね、うん、編集とかね、まあ親知らずとかもいろいろあって、そうちょっとずつね、良くなってきました。ちょっとずつ良くなってきたね。そう、うん、昨日ようやくね、白米、うん、あの固形の白米食べましたね。お粥ではない、お粥ではないものを食べた。そう、食えたね、なんとか食えた。もうあの親知らずに白米がブショーンって突き刺さって、なんか歯みたいになってたしてるか分かんないですけどオフなんですよ、久しぶりの。はい、だからもうその本当に何でもないというか、うん、気楽にね、一日の流れを撮っていこうかなと思って。そうだね。そう。というところでね、今ね、はい、どこだ？ここは。ここはね、赤塚サービスエリアにおります。はい、まあ今日はね、オフとはいえ、ちょっとやらなきゃいけないことがあるんで。はあ。オフか？それは。でもオフやろ。今日はオフよ。誰がどう言おうとオフよ、もう。サービスエリアだから、じゃんけんしようぜ。じゃんけん？負けた方がじゃあジュースね。いいよ、最初はグー、じゃんけんぽい。ごめんなさい、ごめん、私が完全に出すぎた最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー、やだな、なんかこう言われてなんか嫌だな。すいません、ゴチになります、先輩。先輩、すいません、ゴチになります。ついてこいよ。よし、行こう。今日はジュース買うぞ。寒い、やばい、寒い、どうなっとる今。あはは、寒い、寒い、サービスエリア久しぶり、寒い足をこっち見て、こっち。そういうポケモンみたいな、そういうポケモンみたい。もっとあったでしょ。お、ローソンあんぞ、ローソン。わかんないね。ちょ、ローソン今すげえんだよ、ローソン。知ってるわ、ちゃん、ローソン。ローソン今やべえから。そうなの。ローソン今ね、これ。知ってるこれ。お、20円引きじゃん。そう、2月5日まで20円引きでね、ドリンクが買えてね、そのドリンク買ったらまた20円引きもらえてね。すげえな、で、またそのドリンク買ったらまた20円引きがもらえてね。もうずっと無限20円引きしてる。まあ、エンドレス20円引きしてるから。イエーイ。いいじゃないわ、おごってあげたら。ゴチになります。先輩ゴチになります。よいしょ。冬はホットミルクですよ。あ、砂糖入り。砂糖入れるのがあれなんでしょ。そう、砂糖入れるのが、うん、まあ、甘糖だけだと思うけどもう甘糖私がカメラマン時代、うん、もうめちゃくちゃもうね、連日働いててみたいな、はいはいはい、本当に大変だった時代に、はい、ホットミルクお願いしますって言ったら、店員さんがバーって砂糖入れてくれて、ミルクを、めっちゃ甘いんじゃないと思って飲んだら本当に美味しくて、そっからこれもう一筋冬はこれ、冬はこれ。あ、ちゃん分かってないね。冬はアイスコーヒーなんでホットは冷めたらマジで美味しくないの、コーヒーって。美味しくはないけど。アイスはもう最初から冷めとるからうまい。でもアイスはさ、氷が溶けちゃったらすごい水っぽくなるよ。もうそれうまくない？あ、そう。じゃあいっか。もう薄い方が好きやから俺。よし、じゃあちょっとね、このままちょっと今日浜松まで行かなきゃいけないんで。はい。浜松まで行ってきます。なんで浜松だよこれ。ちょっと後で。おー、いいドライブ日和ですな。なあ、浜松に向かってるんですけど。おー、なんかね、今 DIY、 おー、浜名湖、浜名湖パルコ。
ぱいハモロ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 見えんか見えんな見えんかなんでもないですなんかどこに向かってるかっていうと、はい、今 DIY してるじゃないですか、うん、でその DIY してて新しいねベッドを作ろうと思ってんすよ。そうだね、ベッドのマットが欲しくて、うん、でそれをちょっとね、まあ、見に行くみたいなそんな感じだね。そういや楽しみだよ、新しいベッドだから。やっぱりマットってね寝心地大事だから。そう、寝心地は大事だからついてきた私も。そう眠りのプロ監修のもと。そうだよ寝ることだけには貪欲だから即寝のプロですから、もう3秒で寝れますからね。じゃあ何でもいいっていう今日あんた寝言すごかったよ。本当に？おう、叫んでたよ本当に。お願いしますって言ってた。何が起きたの？わかんない、本当にマジで叫んでお願いしますって言ってた。本当に？どんな夢見たんと思って怖っと思ってもうぼちぼち降りるからね、うん、ちょっと浜松行こう。そうしよう、うん、富士山。おーすげー、ね、富士山のてっぺんだけ見える。 めっちゃ間接してるやん。ねえ、わかるかな。ねえ、綺麗。ねえ、綺麗。ここっぽいな。ここかな。最近こっちは注射下手だからな。あ、出た、こっちは。かっこいいやつだ。かっこいい運転のやつ。怪我ない？大丈夫？大丈夫かな？怪我ない？ちょっとなんかだいぶあれじゃない？だいぶやったいくよよし、飯です。はい、飯。とりあえずね、もう浜松の用事終わったから、うん、で、もう12時20分なのよ。そうだね、飯しかねえな。なあ、浜松あるかあちゃん、候補。俺はあるよ。何？俺、あの、Google マップでピン打ってるところがね、結構あって、気になってるところで言うと、まずラーメンですね。ラーメン？なんと言いますか？おー、綺麗。品そばとか、はいはい、醤油豚骨とか、まあ、富山ブラックとかな、結構いろいろあるけど。めちゃくちゃやんミニチャーシー丼とか。美味しそう。綺麗系だよね、めっちゃ。ね、美味しそう。汁なし担々麺とかも、牛骨ラーメンもあるし。いいね、牛骨もあんの。すごい、ここね、結構有名なね。そうなん。そう、結構有名なお店。かーですよ。浜名湖なんで、うん、うなぎさくめ。うなぎ。浜名湖と言ったらうなぎでしょ。なんだかんだね、近いのに食べたこと全然ないよね。ない。外で俺うなぎ食ったことないから、ね、ここはあれだよ、ゆるキャンの聖地でりんちゃんとなでしこが、うんうん、頼んでたやつや。そう、なんか特上みたいないいやつ、台みたいですね、うんうんうん、食ってたところか、もう安定の静岡来たから爽やか、うん、あー暑いね。この3つ、ね、まあやっぱりあーちゃんまだ歯が全開じゃないから、そうだね、まあ、その点考慮して、うん、どうぞ。あ、私が決めていいの？もう決定権あげるよ、あちゃんに。もう何でもいいよ、俺は。やっぱりね、こういうのは弱者をいたわらないといたらないやっぱりね、お前弱者をね、じゃあラーメンは決定権が。食べやすいと思うけどな。食べやすいと思うけどな。爽やか爽やか。あ、ハンバーグ食える？わかんない、食べてないまだ昨日米が食べれるようにハンバーグ食えるの？チャレンジして。まあ、でも言い出したらうなぎもわかんないし、まあ、ラーメンはラーメンは確実に食えると思うけどな。ラーメンにした時だけこういう節約でした。違う違う違う、爽やか。はい、じゃあそれからいきます着いた。お、あ、間違えた。うそ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 う。あ、間違えた。本当に？おいおいおい、あちゃん、頼むて、頼むて、昼飯。なんとか着いたでござる。やっほー。行くぜー。行くぜー。九組待ちだったぞ。なあ。早いな今日。早い今日。うんうん。珍しい。九組待ちで早いっていう概念すげえ。これだよ、これ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 しかねえ。これを食べるのがうまいねありがとうございます。うわー、やば。ほい、いい匂いがすごい。やばい、めっちゃいい匂いするね。めっちゃいい匂いする。ありがとう。あ、俺です。ありがとうございます。大盛り。ありがとうございます。やばい。
食えそうか。一回食べてみる。それは塩コショウで食べるって昔教わったからね。らしいな、なんかな。卓上の塩コショウでかけて、片方はソースで食べるっていう。そう、これが2らしい。これが2って言ってました。視聴者さんが言ってました。うわ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 、これだよ。これだよ、これ。これたまんねえのよ。この赤さ。ね、この赤いのがいいんだよね。ね。いただきます。なんとかいける？ちょっとずつ食べれる。おいしい。おお。次がすごい。大丈夫だね、あやちゃん、うん、食えんかったら俺が食ったるでな。あや今食レポしたんですけど、あやちゃんが撮ってます。撮ってますね。すいません、一口食べちゃいました。すいません。俺の華麗な食レポが。なあ、今いい食レポ言ってたんだけどな。会場をどよめかすような。このそんなに良くなかったよ、別に。この店内をどよめいたような。なかった。そう、うまい。うん、肉汁だね。もう肉汁だね。肉の食感と肉のダム。ダム。肉のダム。あ、もうダメなっちゃった。肉汁のダム。美味しいね。うまい。このね、パンがもうね、めっちゃ好き私。でもね、ちょっと今日はね、出して食べる。ちょっとでも柔らかくして。今日はちょっとね、柔らかく食べないとね。このままバターにつけて食べるの本当に美味しい。うまい。うまー。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。うまーす。やーじゃあもう寝る。おやすみ。これはね、この久しぶりのねオフを利用してね、これっすよ、これ。ナルトをね、いよいよ読み切ろうかなと。年末年始からね、読み続けて、全72巻、あとついに6巻で完結するからね、今日はこれを読みたい。読み切りたい。よし。あ、じゃあもう、ガチ寝じゃん。ねえ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 。いやー、ここまで。いや、ここまで読みました。70巻だから、あとね、2.5 巻まで。いや、すごいね。やっぱり。もうこのナルトという漫画はもうそうだね。マイとガイがもう間違いなく主人公。そう。飽きるか？いない。さあ、飽きるか、あいちゃん。いない。今寝るの？うん。もう寝る。あと4時間ぐらい寝て、あいちゃん。アイス食うか、あいちゃん。アイス食う！アイスくれー！あげんだったらね。昨日もハーゲンダッツ。今日もハーゲンダッツです。やったー。セレブ。天才的なこんちゃん様。ラララッタ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 ラやったー。よいしょ。よいしょ。ハーゲンダッツ。昨日もハーゲン食ってたんだよね。そうだよ、昨日もハーゲン食ってた。そう、セレブだからさ、やっぱりセレブぞ、セレブ。そう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 、やっぱりね。昨日もハーゲンダッツ食べてたからね、やっぱりセレブだから。そう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 。どっちが私の？ちっちゃい方だろうな、まあ、いや、私は全然食べてなかったから、こんちゃんの。違う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 、俺の方が絶対食べてないって。こんちゃんは本当に？どっち？拙者食う、じゃんけんぽい。じゃんけんに従えよ。じゃんけん弱いなお前。いいよもう別に。やった、はい、というわけでね、ハーゲンダッツです。ハーゲンダッツ。俺たちとはね、この世の真理にね、また一歩近づいてきた。ねえ、すごい真理、ね、した。そう、真理した、真理したんすよ。ハーゲンダッツってやっぱ高いじゃないですか。高い。いくらするかわからん。350円ぐらいするよね。そんなするの？いや、するよ、1個で。これでふるさと納税でさ、アイス食べたくて、うん、そう、普段食べれないアイスがあると思って。あーちゃんがふるさと納税でハーゲンダッツやってきた。まあね、ってことは実質これも私のだよ。でもくれたから俺のです。1回で食べるから350円なんだよ。そうだよ。そう、2回で食えばそれはもう普通のアイスなのよっていうね。なるほど、ね、そこに気づいたんで俺たちは昨日もう笑ってた、楽しすぎて。なんか天才じゃんって。結局は普通の値段でハーゲンダッツ食えますよっていう。まあでも量がちょっとね、半分しか食べない。それはいいのよ。それはいいよ。でも濃くてね、半分で十分だなと思って。ハーゲンダッツ濃いのよ。ね、半分でいいのよ。こんな濃いものがあるのかと、アイスに。いただきます。いただきます。うーん。
一口目がすごいよね、うん、ハーゲンダッツってさ、アイス界のライライテやな。ね、こんちゃんが背脂多めとかすごいことするからね。うん、もう贅沢だね。ハーゲンダッツコーヒーで流し込むなんてあった。大人31だよね。映画の時間だな。そうだな。最近ね、映画見てんすよ。です。あーちゃんはね、なんか今まさに映画ブームがあーちゃんに来ててね。そう、今期なんかちょっと冬のアニメがね、あんま見るもんがないからまあ、自分たちの好みじゃないみたいな。そうそうそう、あーちゃんの好みで今邦画見てるんですけど、うん、そう、俺も久しぶりに邦画見てる。邦画もやっぱおもろいな。邦画面白い。なんか感情移入が邦画の方ができるから私は好きで。よいしょ。いや、これを見よう。課金してみる。おー、課金すんの？タイムリープだ。珍しい。今日はタイムリープものを見るぞ。これどういう現象？やばー。京都の貴船神社の近くの旅館が2分間を延々にタイムループするっていう。そうだね。そう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 。だから本当に2分間のワンカット撮りを、そう、すごい、ひたすらひたすらやるっていう。制作者側ももう演者の方もめっちゃ大変だと思う。そうそうそう。個人的にはなんかタイムループするやつあったじゃん、マンデイズ。ああ、はいはいはい、わかるわかる。ブラック企業のあっちの方が好みだ。ああ、私もそうだね。同じタイムループでも、まあ、こっちも面白いけど、まあ、好みの問題で言えばそうかも。まあそうだね、うん、というわけでね、はい、以上、オフでした。適当。まあリアルなね、感じですよ、これがね。爽やかとかね、昔から好きでよくね、デートしたよね。なあ、ナルトも読めてね、え、ちょっと映画も見れて、というわけでね、はい、また明日から頑張ります。頑張ります。以上、おやすみ。濃すぎてバニラがめっちゃ喉乾く。ハーゲンダッツこんなんやった。でもなんかさ、高いチョコレートとかもさ、私の知ってるミルクチョコレートってこんなに濃くないみたいな味が、分からん。なんか分かんない。本当に、うん、友達になれない。俺たちは婚約者じゃない、結婚する。戻っちゃった。